はい、どうもコミです。さあ、今日は JWC 見ていこうというふうに思います。チームリベラルさんとの一戦ですね。5点差で勝った、まあ、結構、差がね、最後、残ったので、みんな頑張ったなというところなんですけども。今日の動画、スマッシュをちょっとまたね、取り上げようと思ってます。やっぱり最近増えてるんですね。で、非常に使いやすい。今日の動画見てもらうことで、スマッシュのいろんなバリエーションと、そのバリエーションごとの戦術の組み立て方、これを分かってもらえるというふうに思いますので、ぜひね、最後までご覧いただけたらというふうに思います。いいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録もぜひ忘れずにお願いいたします。では、早速行ってみましょう。今日はちょっとね、申し訳ないですけど、カンクラ側から3本、出させてほしいなというふうに思いますので、ごめんなさい、リビラルさん側、ご了承ください。まず1本、1本目はこれかな、これから行きたいかな。前回のスマッシュ特集でもちょっとお話ししたんですけども、絶対にこれスマッシュっていう戦術を、やる方が覚えておいた方がいいのが、このリターン使うやつですね。で、スマッシュってまあそもそも何なのよということに関しては、今これヒーラーが大量にね、舞台に入ってますけども、このヒーラーを、今回で言えばタイタンですね、とかあとスーパーボーラーとか、まあ、そういう重量級のユニットにつけて、ずっとその重量級ユニットを回復しながらね、敵の防衛を打たせまくるっていう、まあ、そういう戦術です。結構ね、パワフルな力強い戦術な感じですよね。で、ただね、タウンホールがね、こう、隅っこにある場合って、これが最後残っちゃって、星1とかになりかねないんですよ。そこで覚えておきたいのが、これ。クイヒーですね。こう、クイーンにヒーラーつけて、ちょこっとだけこのクイヒーをするんですね。ちょこっとクイヒーをやっておいて、で、タウンホールを取ったら、もうリターンでクイーン回収しちゃうんですよ、ヒーラーごと。こういう風に。ひょいって。これ。これがね、本当に強いです。で、こういう攻め方をしてあげると、確実にタウンホールを取って星2を取りながら全開までいけるんですね。で、おまけにタウンホールって、破壊率が 51% になった瞬間にバッと起動するんですね。ダメージ受けてなくても起動しちゃうんですよ。で、起動しちゃうと、もうものすごい効果力なんですよね。もうタウンホール15、14における最強の、まあ、防衛施設になってるんで、これ早めに潰した方が絶対いいんですよ。っていう風な形で、ダメージを抑えることもできるし、星1っていう最悪の結果を、まあ、ケアすることもできるとか、拭うこともできる。このね、テクニックはマジで、スマッシュをする方は覚えておいた方がいいと思います。で、これですね、中心部分入ったタイタンに、これにヒーラーががっつりついて、タイタン回復しまくってますよね。で、モノリスとかさすがにね、怖い上にマルチインフェルノはヒーラーを焼いてくるんで、こういうのをしっかりフリーズでこう止めながらね、ほら、ヒーラーがどんどん後ろからタイタンについていってますので、今、中央部分でさすがに高火力すぎてやられちゃいましたけども、その後ろから続いているアーチャークイーンがまだピンピンしてますよね、こういう風に。っていう形を作っていく。これがね、スマッシュという戦術ですね。で、まあ、これ上手かったのは、シューターをね、きちんと、ね、この下側から当てていくことによって、下側の防衛をみんなシューターが潰してくれて、ババキンもロイちゃんもね、まだ元気な状態で生き残っているという形を作ることができてます。これやっぱね、下側のね、ここに今シューター使いましたけども、ここね。別にシューター使う位置はこっちでもいいんですよ。こっちでもいいんです。どこでもいいんで、やっぱシューターが刺さる場合には、もうスマッシュやる場合には絶対シューター刺した方がいいというか、まあどうでしょう。ドラゴンやる場合ちょっとまた別なんだけど、突撃艦使ったりするんで、特別な突破兵器の使い方を考えていない限りは、もうシューターが刺さるならシューター刺しちゃった方がいいっていうのは、まあ、多分これはもう今ね、クラクラの環境上、一般と言える考え方じゃないかなというふうに思いますんで、ぜひね、まあ、スマッシュやる方もやらない方も、シューターの差しどころっていうのをこう考えながらしてもらうと、成功率はすごく高くなるかなというふうに思います。展開率が、はい、高くなると思います。で、もう一個ね、面白いなというふうに思った攻めが、これですね。やっぱね、みんなガチ戦工夫するからね、見てて見応えがね、半端ないんですよね。アンホールがやっぱこう隅っこにある場合、真ん中にある場合は最後見せますけど、隅っこにある場合が本当にことで、で、さっきみたいにリターンクイヒーをしようにも、後ろにインフェルノあります、大砲とかね、季節がいっぱい密集していて、ここにちゃんとタウンホールにアーチャークイーンを届けて、かつ生き残らせながらこれ壊せるかっていうと結構難しかったりするんですよね。で、そういう場合によくトンミーさんがやるのがこれなんですよね。これ昔から彼がやってるんですけど、グランドウォーデン、オデヒー、やりながら、タウンホールの目の前でこう削っていくんですよ、こういう風に。で、その後ろからシューター出すんですね。で、
シューターとグランドウォーでね、タウンホール狙っていくんです。で、そのタウンホールの起動はちゃんと今回クエイク使ってますけども、こういうクエイクとかを使って、起動させておいて、で、シューターに打たせるってことをさせるんですね、これ。ここですね。シューターって防衛を狙っていくので、起動しないタウンホール狙わないんですよ。だけど、起動したタウンホールは狙うので、こういう風にタウンをシューターで打たせて、そしたらそこからスマッシュに移行すると。アーチャークイーンを出してグランドボーテをまず引っ張ります。これまず1点目ですね。もう鉄板の形なんでこれ覚えておいた方がいいと思うんですけども、アーチャークイーンまず出します。グランドボーテとヒーラーをアーチャークイーンの方に寄せます。で、その次にタイタン、ボーラーっていう風にまず体力の高いユニットから出していくという形を作ることによってしっかりね、ヒーラーをスイッチさせながら、奥にこう進んでいくことができますね。で、レイジは切らさない。レイジはなるべくヒーラーにもちゃんと乗っけたいので、ヒーラーにもレイジをこう乗っけられるようにね、奥目にこうどんどんレイジを当てていきます。これレイジ早いですよね。すごい早いと思うと、ポンポンポンってレイジ単発打っていきましたけども、こういう風にどんどんレイジを打っていかないと、ボーラーとかがレイジの外に出ちゃって体力じゃねえわ、攻撃力が落ちると、一発で防衛を殴れないんですよね。殴り壊せないんですよ。で、2発目を打つまでのタレの時間がすごいもったないんで、ボーラーとかほらもう到達したらすぐ投げるんですよ、こいつひょいって投げるんで、この一発で壊していってすぐ次に向かってもらったのが効率いいんですよね。2手目投げるこの1秒2秒のためがすごいもったないんですよ。そうさせないようにレイジをきちっと、もう次ってもうユニットが進む方向をもう見極めながら、場合によってはもう読んで使っていくことによって、しっかりとレイジの中に常にボーラーとかタイタンをね入れておくと。で、そういう風にどんどんユニットが進んでいけば、その打ったレイジが切れる前にヒーラーがレイジの上に乗っかれるんですね。ゆっくりしてるとレイジが切れちゃってヒーラーがレイジに乗っかれないから、ヒーラーの回復力も下がっちゃうんですよ。そうすると防御力が下がるじゃないですか。攻撃力も防御力も両方ともレイジ上げるっていうのがこのスマッシュのコツになってくるんで、バンバンレイジを先行で打って、ユニットを立ち止まらせない。で、どんどん奥に入れていくことによって、ヒーラーの回復力も上げながら、ユニットをそうそう守ってくれる、守ってもらったユニットが次のレイジに乗っかってまた攻撃するというね、こういう形を作れるというわけなんですね。いやー、ちょっと血圧上がりましたね。はい、この形なんですけども、最後の1本ね、でタウンホール真ん中パターンも見ていこうかなというふうに思います。タウンホールがね、真ん中にある村っていうのは、ちょっとスマッシュをする上では、今の環境上難しくなってるんですね。なんでかっていうと、タウンホールのこの爆破ダメージがとにかく重たいんですよ。で、あと、ポイズン効果が重たい。ここで結構ユニットがやられちゃうんですね。そうすると、今このナチュレオさんのアタック、こっちからこう攻めていくわけなんですけど、こっち側がね、ごそっと残るんですね。なぜなら、ここでみんなユニットがやられちゃうからです。やられちゃうんで、ここ残っちゃうんですよ。ここがね、この奥が、タウンホールの奥側が、そこをどうケアするかっていうところで、まあ、ロイヤルチャンピオンを上手に使っていくって話になったり、前回の動画でちょっと見てもらったコウモリを使っていくってパターンですね。まあ、こういう風な工夫をしていかないといけないということになるわけなんですけども、今回もシューターですね。迫撃砲、これ左右対称なんで、こっちと同じかな。2個あった迫撃砲を、グランドウォーテンでターゲット取りながら、シューターを早めに出してこう当てていくと。で、それが壊せると、もうこの辺ね、イーグル砲周りはもう、シューター独断上なんで、シューターがね、撃たれちゃう防衛って、陸でも空でもいいから、クロスボウ、あとモノリス、あれだ、あともう一個、迫撃砲。この三つなんですね。この三つさえちゃんと、気にしてあげれば、もうシューターを、攻撃できる防衛施設はないので、はい、そこをちゃんとね、グランドウォーデンと一緒に突破しながら、あとはシューターに任せますよと、この下側ね、いう形を作ってます。で、真ん中にジャンプを使って入れたかったんだけども、アーチャークイーンしかジャンプに乗っかってくれなかったっていうね、これは焦ったでしょうね、だいぶね。で、やっぱりレイジをね、どんどん当てていきます。こんな感じ。ヒーラーがついてないんだけども、まあ、ついてないとはいえ、ちゃんとボーラーにレイジ当てないとあんまり機能しないんで、火力が高いところではボーラーにレイジ。本当は真ん中に入ったらもうレイジってバンバンって行きたかったんでしょうけどね。はい、ちょっとそれができなかったんで、レイジ2個目は貯めてますね。真ん中にアーチャークイーン入ったんで、ここのアーチャークイーンにおそらくレイジを乗っけていきたいっていう判断じゃないかなと思うんだけども、これトームですね。うまいですね。でもトームを使うまでちゃんとこのボーラーが生き残ってるのが偉いな。すごいこれ難しいと思うんですけどね。
ボーラーがヒーラーついてないとすぐやられちゃうんで。で、レイジまだ温存してますね。貯めるな。ただ、見てほしいのはここ。ほら。やっぱタイタンとかボーラーみんないなくなるでしょ、ここで。いなくなっちゃうんですよ。こんな風にみんなポイズンダメージとか食らって溶けちゃったりするんで、まあギリギリボーラー行って生き残ってますけども、っていう感じですよね。だから残ったこの部分ではロイヤルチャンピオンに頑張ってもらうしかないんですよね、こういう風な形で。はい、ロイちゃんに頑張って、突破してもらいましょう、ということになります。どうでしょう、これがやっぱ今 の、スマッシュの中で覚えておかなきゃいけない3つの形かなと思います。前回の動画でねお話ししたのは、まあ、若干シューターの使い方寄りなとこだったんですけども、今日は、スマッシュの、まあ、形ですね、もう攻めの形的なところを3つ、まとめて紹介してみました。こんな形でねバタクラクラの動画、攻略動画系ですね、上げていきますので、ぜひ、よろしければグッドボタンとチャンネル登録、よろしくなくてもグッドボタンできればチャンネル登録もできればよろしくお願いいたします。では今日も最後までご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。あ、あとリベラルさんすいません。今度会った時にはちゃんと、リベラルさん側の前回もね、収録したいと思いますので、ご容赦ください。ではまた。